おいせやの熟成焼きそば塩ホルモン焼きそばの完成です。熟成焼きそばのおいそや、こんにちは、焼きそばけんちゃんです。こんにちは、焼きそばひろちゃんです。はい、まずはこの場をお借りして先日の鹿野山南口で行われました焼きそばという、日にちで言うと5月の14、15かな14、15。はい、皆さんね、 SNS での発信等でね、現地まで応援に駆けつけてくださり、なんと3票差で優勝しました。イエーイ、嬉しかったね。もう、はい、もう泣けるほど嬉しかったです。はい、皆さんがね、来てくれたおかげでのこう3票差での優勝というところで、ね、皆さんのつながりも感じましたし、まだね、これからじゃあそうやって応援してくださる方がいるということで、今後また精進するね、力強いね、源はい、になったでしょ、なりました。はい、上から広くです。はい、ありがとうございます。さて、じゃあ今回のレシピは塩ホルモン焼きそばを作りたいです。はい、でこの塩ホルモンのホルモンは弊社のお取引先でもある内藤精肉店さん、そこのホルモンがね、非常に新鮮で加工がいいので、匂いを嗅いでも甘臭くないんだよね、まあ、とっても美味しいホルモンを使っての塩ホルモン焼きそばとなります。はい、使っていく材料はこちらです。はい、メインはもちろんおいちゃんの熟成焼きそば。はい、塩ホルモン焼きそばホルモン、こちらですね。今日はたっぷり 200g、 キャベツ、もやし、ニラ、味付けは塩、だれ、胡椒と飾り付け程度に、この一味、味を引き締めるために一味を使っていきます。はい、以上の材料で作っていきます。はい、ではホルモンを見てください、これピンク。はい、さっと、結構 ね大きくて、これだけで食べるのは本当、これね、一粒でね、ご飯一杯ぐらい食べれちゃうようなホルモンなんですけど、焼きそば食べるにはね、少しちょっと食べづらいとかね、大きいので、ざるでね、湯を切ってから細かくね、切っていきます。いいかな、これ煮立ったらいいかな、一回ね、よしね、はい、 OK。 そしたらこれを、湯切りします。はい、ちょっとね、こんな感じ、プル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 、はい、これをうちの奥さん暇そうなんで切ってもらいます。はい、ホルモン塩焼きそばごま油で最初にね、麺から炒めていきます。はい、おいせやの熟成焼きそば、今日は中太麺です。はい、お水を2人前で 30cc 入れて、はい、いつもと同様、全体に麺全体に水分をなじませたら、はい、蓋をして弱めの中火で焼き目をつけていきます。はい、およそ1分から1分半ぐらい経ちました。よく見てますね。あ、いいですね。はい、程よくいい焼き目つけました。では反対側も同じく焼き目をつけます。を出しながら、ポロポロで美味しそう。はい、続いてキャベツ、じゃあたっぷり、ね、
キャベツがしんなりしてきたところに、では麺、でもここから強火にしちゃいます。強火で、でもやしちょっと、でこちらのニラは本当にね最後の最後に入れる、まだここでは入れないです。はい、ではここで塩だれを、よし、じゃあでここで最後にニラ、はい、そしたらもう、余熱でねニラ火通るので、これでお皿に盛り付けていきます。はい、で最後に、一味をパラパラと黒胡椒をかけたら、はい、これで塩ホルモン焼きそばの完成です。いやー、うまそう。てか絶対うまいよこれ。絶対うまいやん。絶対うまいやつやん。絶対うまいやつやん。いただきます。ホルモン食べていい？どうぞ。そのホルモンめちゃでかい、いや一番いいやつやな、それ。一番いいやつ。ラッキー。ちょっと。うまい。取られた。ここから。めっちゃうまい。なっちゃった。うん。うん。どう？うんうん。あ、ホルモンが。じゅわっと。焼きそばと。あ。美味しいですね。うまいっすか。うん、うん、あ、いいわ。うん、あの、美味しい。うん、ホルモンの甘みのある油がこう麺とね、塩だれをコーティングしてくれてるから最高の焼きそばレシピですね。あの、止まらないやつ、うん、ビールとかね、でこう炭酸系で流し込んでまたすするというエンドレス焼きそばです。美味しいです。はい、めちゃくちゃうまい。やっぱりね、内藤精肉店さんのホルモンうまいんですよね。うん、もちろん他のねお肉屋さんでもこだわったホルモンあるかと思うんですけれども、まあ、ちょっと取引先びいきというところもありますので、内藤社長また今後ともよろしくお願いします。はい、ホルモン塩ホルモン焼きそばとっても美味しいので試してみりん。うまいな。ホルモンもうまい。ホルモンがうまい。焼きそばとホルモンうまい。合います。合う。止まらん。うん。うまい。